みますと、幾重にも花びらが重なって、大きく桜と咲く姿は本当に牡丹の花によく似ています。さらに、桜を通り抜け、133年の歴史の中、今年になってようやく品種が分かったという桜があるんです。それがこちらのカムイ嵐です。見た目はソメイヨシノによく似ているんですが、白く上品な花を咲かせるのが特徴です。これで造幣局にある133種、349本すべての桜の品種が判明しました。これから咲く品種もまだまだあります。さまざまな種類が楽しめる造幣局桜の通り抜け、来週14日木曜日まで開催されます。世界最高の夢舞台マスターズが開幕しました。メジャー初制覇を目指す松山英樹が大発信です。5度目のマスターズに挑む松山英樹、出だしの1番オーガスタの難しいグリーンに苦しめられボギースタートとなります。続く2番もバンカーに入れてしまいますが、奇妙なリカバリー、すぐさまバーディーを奪います。さらに7番、ピンまで134ヤードの